分かってはいたんだ。僕のような男が誰かを守ることなんて、おこがましいにも程があったんだ。僕のこの命を、この力を引き換えにしても構わない。誰か、誰でもいい。どうか団長を、マーリンさんを救って。エスカノーラ、まさかこんな形で再会しようとは。これも太陽の導きでしょうか。一度は敵として戦った者とこうして再会しようとは、恩寵がもたらした不思議な巡り合わせかもしれません。あなたは十階エスタロッサ。いえ、四大天使マエルなんですね。エスカノーラ、ボロボロじゃない。だいぶ手ひどくやられたね。お前も人のこと言えんだろうが。皆さん、いや、うがいなくて面目ありません。健やかに。ああ、ありがとうございますエリザベス様。それにしてもよく吹き飛ばされてきた僕を見つけられましたね。妖精王が全てを見ていましたから。うん。キング君、君が無事で何よりだけど、キャメロットは苦しい状況と言わざるを得ない。そんな。我の術ダークネスだ。これは闇夜に陽光が。偽りの帳よ、我が恩寵の前に消え失せろ。夜と雲が吹き飛んでいく。戻ってきたエスタロッサ。いや、マエル。そんなもの謎飲み込んでくれよ。グレイテストさん、力。それは脅しのつもりか。忘れたわけではあるまい。俺にはいかなる攻撃魔力も効かぬ。ええ、もちろん。ならばこれが俺の答えだ。おい、こう、ニコン、この空中機。これ、私たちの意志と覚悟よ。あと1分。元、お家閉めて元。
もう諦めろ。君に勝機はない。でないとこっちも限界が近い。何が君をここまで縛っている？何が君をこうまで駆り立てる？約束は守る。俺が魔人王になったその時、ゲルダは生きている。本当に眉の時間は止まったのか？メリオダス、あなたなの？約束は果たしてもらうぞ、魔神王。